はい。皆さん、こんにちは。ワンダリクルビジです。では、今回は、ギレンネは青き星の覇者、ガルマプレイ。使用するモビルスーツは案外に縛った、続きをやっていきたいと思います。で、前回、オデッサの攻略戦を行ってきた連邦軍、これを撃退しました。で、それについてですね、オデッサ制圧に失敗した連邦軍は多くの戦力を失い、体勢を立て直すだけで精一杯といった状況です。ちょっとね、たどたどしくなってしまいましたけど、そこでこの機会を逃さず我が軍は攻勢に出ましょうということですね。攻略目標はマドラス、あるいはベルファスト、どちらを先に攻略しますかというところですね。では、まずはマドラス攻略の方からね、進めていく方針でいきましょうか。はい。まあ、残念ながらね、主張したマドラス攻略ではなくて、ベルファスト攻略に決定してしまいましたので、ベルファスト攻略をね、進めていきたいと思います。もちろん、悪海だけですね。まあ、ベルファストはある意味、案外にとっては戦いやすいかもしれないですよね。周りが海に囲まれているので、うまくね、水中を利用して、アッガイの特性を生かして、ベルファスト攻略を進めていきたいと思います。では、ローマ攻略に入ります。まあ、敵の方は、モビルスーツいますけど、部隊数がそもそも3部隊と、だいぶ少ないので、まあ、ジム、クラスであればね、一気に、踏み潰していきましょうか。とはいえ、一応、水中から、アッガイと特性を生かして、進んでいきます。ここは敵ジムとアッガイの水中での戦いですね。ジムストライカーがいたかな、今。先制攻撃食らうと結構削られますね、こうやってね。あとはジムスナイパーらしきものもいますね。後で、確認しましょうか。多分、全滅するな、これ。前衛は。おお、残った。まあ、案外だとね、火力はこの先落ちる一方、敵の装甲が上がる分ね、不利になっていくと思うので、やっぱり先制攻撃をしっかり当てていくというのはで、とても重要になるとは思います。ジムライトアーマーとジムスナイパーカスタムでしたね。ジムライトアーマーとジムスナイパーカスタム。ライトアーマーが前衛にいたんだな。そしたらこちらも攻撃を。先制攻撃ができなかったですが、今回は先制攻撃をしっかり当てていきます。ランバラル隊です。これでね、壊滅させておきたいですけどね。前衛は潰しましたね。これで目処はつきそうです。はい。これでローマの攻略が完了になります。次、作戦進めていきましょう。報告。シャア・アズナブル大尉さんが潜水艦隊の指揮官として地上に赴任。おう。ドズル兄さんに処分されたと聞いていたが、キシリア閣下に起用されたと、いうところですね。まあ、この辺りは史実に近い展開になっているかと思います。実際、マット・アングラー隊がね、ベルファストに奇襲攻撃かけましたもんね。では、幹部会議見ていきましょう。潜水艦隊、つまりシャアの方から、まあ、要請が入っているということですね。シャア・アズナブルであります。木馬追撃のための人員派遣要請。これで、誰を派遣してくれというんだろう。木馬追撃のための戦力としてフラナガン・ブーンか。これ、フラナガン・ブーン派遣したら死にそうだな。赤鼻とフラナガンが死ぬ可能性があるけど、どうしようかな。これ、ウォルターの意見。あとは、マクベの意見とありますけど、ここは、マクベに、反対したいので、派遣するを選びましょう。マクベ潰し。はい。ここはサクッと、マクベの意見をね、退けることができました。まあ、ただね、ガルマの配下にいた、赤鼻とフラナガン。2人が抜けてしまうので、戦力的にはね、ダウンしてしまうかなと。ここはなんとか残ってるメンバーでカバーしていきましょう。はい。
これでマドリード攻略完了になります。モビルスーツの数増えてきてますけど、部隊としては3部隊編成で出てきてくれているので、まあ無難にね、苦戦することなく攻略の方を進めてこられているかなという状況になります。母艦としてガウが配備可能になったということなので、ガウはね、配備進めましょう。モビルスーツは暗海だけですけど、母艦はね、特に縛ってませんので、ガウに変更していきます。母艦の効果というのは、ダメージを回復するターンごとにダメージを回復する量が増えますので、これをね、まあ、貴重な使い方ができるかなと思います。で、シャーから定期報告、スパイからの報告でジャブローである可能性が高いと、木馬の行き先についての報告が入っています。はい、では続いてパリの攻略開始していきます。母艦は全部隊ガウに変えてあります。まあ、ガウに変えたからどうというのもないと思うんですけど、敵のね、火力が上がってきているので、やっぱりガウ云々よりかは先制攻撃をしっかり当ててですね、敵の火力を削いでいくという戦い方をしていきたいと思います。相手の方はジムキャノンとかがですね、まあ、配備が進んでいるなぁというとこですね。新型としてはジムキャノン、今画面のね、一番右側最後列3列目にいるのがジムキャノンになりますけども、相手連邦の方はジムキャノンが入ってきてますね。まあ、我々の方もちろん暗海縛りなので暗海しか使えないですが、ここも先制攻撃当てて確実に潰していきます。はい、これでパリの攻略完了です。ここもね、無難に乗り切ってます。ただ前衛の悪害がね、何機か、やっぱり撃墜されているっていう状況になってきてますので、火力不足が、そして装甲の薄さが、如実になってきてます。で、これの対抗策はですね、案外の改良なんですけども、改良は 5% の性能アップ、しかも1回しかできなくて、もうそれを行ってるので、もうね、打つ手がないので、戦術面で、頑張っていくしかないかなと。いうふうに思ってます。あとパイロット頼みですね。そして木馬追跡しているシャーから、ジャブローのおよその位置がつかめたと。おお、これジャブロー攻略戦近そうですね。シャード報告のおかげで司令部の連中が浮き足立ってジャブローへの奇襲作戦なんてものを考えているらしい。おお、いや、でもこれもいきなり攻略戦に入った方がいい気もするんだけどな。結局こちらのモビルスーツはアッガイ固定で、連邦の方はどんどんモビルスーツ性能アップしていくので、ここはね、なんとか奇襲作戦で一気にジャブローを取りたいなというふうに思うので、ユーリーの提案は却下しましょう。で、次期モビルスーツギャンかゲルグかのコンペですけどね、これまあぶっちゃけどっちでもいいので、まあウォルターに恩を売っておきましょうか。結局ゲルググになろうがギャンになろうが案外一択なのであまり関係ないっていう、そこなんですよね。では幹部会議こなしていきます。シャーからの提案、ジャブロへの侵入口を発見しました。戦火用の大型ゲートなのでモビルスーツ部隊の突入も可能。ほう、潜水艦隊の保有する戦力だけでは、まあ、少々手こずりますということですね。じゃあこれは戦力を派遣して襲撃しましょう。で、1500APと戦力の供出が必要ということで、まあ、ここはビッターの言うことに従って侵入作戦に賛成していきましょう。支援を行う。ビッター、ウォルター、ガルマが賛成派。まあ、マクベはね、シャアの言うことなすこと全部反対してきますからね。ではここは何としても潜入作戦、その支援を行うで、頑張っていきます。はい、意見を通しました。これでシャアの支援をして。ジャブローにね、侵入作戦を実行してもらいたいと思います。
で続いて、ゲルググかギャンかですけども、これどっちでもいいので進めていきましょう。はい、では次期モビルスーツ、主力扱いになるのはゲルググということで決しています。ではベルファストの攻略戦を進めていきます。でベルファストを守備している連邦軍なんですけども、さすがにここまで来ると全部隊にモビルスーツは入っていて、かつ一部の母艦はペガサス級、ホワイトベースと同じ形のものになってきてますね。まあ我々の損害もここからはどんどこ増えていくだけだと思うんで、まあ先制攻撃今されちゃいましたけども、先制攻撃をねしっかり決めていくというのは心がけていきたいと思います。先制攻撃を受けるとね、前衛がね結構ね敵の格闘で、持ってかれてしまうんですよね。ここも今敵のジムの格闘を受けますけども、案外が残れるかどうかってとこですね。案外が残ってくれれば反撃で敵のジムを仕留められるかなと。水中特性をね、活かしていきましょう。はい、そしてベルファスト攻略後ですが、シャアから通信が入ってますので、ここまで見ていきましょうか。木馬の撃破に成功。うわ、マジか。さらに敵の生産施設に大きな損害を与え、発進直前の輸送部隊も壊滅。おう、史実とは全然違う展開になってきましたね。このため、ベルファストへの後方からの補給が途絶え、敵の抵抗も弱体化しています。いやー、さすがシャアですね。で、続いてシャアより通信。ガルマ久しぶりだま。今でもこう呼んで構わないかな。ちなみにですね、ガルマは大佐から少々に昇進しています。で、君の配下の軍団に転属することになって、やった！これでシャアが配下になったな。これはでかいな。まあ、アッガイしか使えないですけど、シャアがアッガイに乗るというね。まあ、そういうことになっていくと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。